今回はお布施の投げ銭メッセージに回答していきます。可愛いと思えばそれで良いではないか、様、ありがとうございます。早々にお布施の質問回答に取り上げていただき、誠にありがとうございます。小林リオの夫です。小林リオの夫を名乗る人物が、現時点で複数名存在するという、異常事態が発生しています。ファン3人しかいないのに、イマジナリー夫を名乗る人物が複数いるとは、ご陛下に、聖夜さんはゆっくり虐待は NG でしたか失礼いたしました。そもそもゆっくり虐待に行き着いたのも、私が生物学が好きだったためであり、いろんな生物が出てくるゲームなんかでも、プレイそっちのけで生物の系統樹を調べたりしてる始末です。特にモンスターハンターは、裏設定がかなり凝っていて好きですね。レイヤーさんは今プレイされてる最新ゲームなんかありますでしょうか？考察が好きなら、窓マギとか進撃の巨人がおすすめです。もう見てるかもしれませんが、進撃が完結する前は設定をいろいろ深読みしているだけでも結構面白かったです。最近のゲームだとホグワーツレガシーやろうと思っていたんですが、さすがに時間がなくてプレイできていません。最近はカイロソフトにハマっています。最近やったのはこだわりラーメン館や、創作ハンバーガーどうですね。ラーメンのやつは面白いんですけどライバル店出現の演出がテンポ悪くてちょっとくどいかな。ハンバーガーの方がおすすめです。それとメッセージに下ネタを入れないといけないことを失念しており申し訳ありませんでした。私は下ネタの方は得意ではありませんが、次の機会があれば頑張りたいと思います。リオちゃんは可愛い。いや、大丈夫ですから、頑張らなくていいんですよそこは。余計な気を回さなくていいんですよ。やめてください。じゃあ私が代わりに言っておきますね。うんこ、チンチン。味噌煮込みズボン様、ありがとうございます。レイヤーさんこの間の動画の件ありがとうございました。まさかピンで取り上げてくれるとは、思ってませんでしたので驚きでした。あの動画でおっしゃった通りウィキの制作に力が入ってくると、ウィキ管理人相手に脅しをかけてきたりして、焦っているのがバレバレでしたね。猫まんま様の件ですね。興味がある場合は猫まんま注意喚起ウィキ、で検索してください。ウィキを読めば大体何があったのか把握できます。猫まんま様、ガチで関わっちゃいけないやべえやつですね。コラボ騒動がなければ、全力でいじり回していたかもしれんのに。残念です。ウィキ作られてダメージが入っているのが、旗から見てもバレバレでしたもんね。日本共産党並みに嘘は苦手みたいです。その効果が出たのか、しばらくはつべの動画の方で関わり合いになった方々を、ふざけたようなタイトルなどを大量に作ったり、レイヤーさんについて謎の動画を出すなどしてますが、この件が大体の人に知れ渡ってくれたので、レイヤーさんありがとうございました。私の知名度は大したことないんですが、少しでもお役に立てたのなら幸いです。しかしウィキの内容がだいぶ充実していて素晴らしいですね。猫まんま様が発狂している様子がありありと想像できて、性の喜びを実感します。マジでこういう迷惑な奴は、動画投稿サイトや SNS の運営が対処して、ネットで居場所を作れないようにしていただきたいですね。わざわざ報告していただきありがとうございました。おい猫まんま、もし覚えてたら、お前シャドラ様の次ぐらいにおもちゃにするから、楽しみにしとけよ。ローズ先生様、ありがとうございます。こんにちは、初めてお便りします。北海道日本ハムファイターズ大好き、栗山監督、ダルビッシュ有君、大谷君、伊藤君活躍して WBC 優勝して嬉しい。のと、24日私のお誕生日なので、ご祝儀です。私は結子さんの大ファンです。レイヤーさんの動画も大好きです。これからも楽しみにしています。ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。ファイターズファンの方でしたか。新球場羨ましいですね。新球場は雰囲気がメジャーっぽくて異国感があって、最高ですね。いつか行ってみたいと思っています。札幌ドームには結局一回も行くことなく移転してしまいました。そしてお誕生日おめでとうございます。WBC 決勝は痺れましたね。1点差のかなり厳しい試合でしたがギリギリ勝てて本当に良かった。ケツコ様の大ファンということで、ケツコ様も喜んでおられることでしょう。最近ケツコ様の総集編を作ってくれ、というリクエストも多数いただいております。そのうち投稿しますのでしばしお待ちを。31キロ様、ありがとうございます。こんにちはレイヤー様、三浦義先生のバスソルトの件、靴の人のでは？また、お手紙します。現在、しこしこお手紙作成中です。ああ、石川由美様のことですか。そういえばあの人、拡張性を浴びた体を浄化させるバスソルトを、SNS で宣伝していましたね。信じられない商品だったので、脳から記憶を抹消していました。そういえばそんなこともありましたね。マジで意味わからなさすぎて草生える。そんな業用紙バスソルトがあってたまるか。こういうのなんて言うんでしょうね。フェミニズムグッズとでも呼びましょうか。個人的にはただでもいらない商品です。次のお手紙楽しみにしております。シコシコはしなくていいですよ。松本の花様、ありがとうございます。赤木レイヤー様、はじめまして、怪文書投稿コーナーがあると聞いてやってきました。まずは侍ジャパン優勝おめでとうございます。この勢いでケツコ様のバーで打ち上げをしようかと思いましたが、バーの場所も店の名前も知らない上に、梅田の地下迷宮で迷子になったので断念しました。てへぺろあの迷宮、出口多すぎるのよ。大きい駅は初見だともはや地下迷宮ですよね。中井戸様も確か、東京の駅で迷って、案件の打ち合わせに遅刻した、みたいな話を以前していました。梅田は半分ダンジョンみたいなものなので、
歩き回ってダンジョンの構成をある程度把握するまでは大変です。ここから本題ですが、レイヤー様はエターナルというオンラインゲームをご存知でしょうか？最近はオンラインゲーム全然やってないんですよね。たまーにソシャゲやるぐらいかな。オンラインゲームは10年ぐらい前の状態で、時間が止まっています。エターナルもやったことは一度もありません。かつてナカイド様が国産はもういいかな、と散々にこき下ろしていたゲームですが、この度無事に2周年を迎えることができましたので、宣伝いたします。プロデューサーは音信不通になりましたが白目。プロデューサーの身に一体何があったんだ？困惑。まあ中井戸様は基本的に逆進みたいなものですから、彼がオワコン認定すれば逆に生き残るみたいなところはありますよね。国産がどうこう言ってるあたりが最高に中井戸様っぽいですね。おめでとうございます。というわけで宣伝も兼ねてオフセデビューしてみました。応援しておりますので、これからも動画投稿頑張ってくださいね。オフセ感謝です。これからも動画投稿頑張っていきます。皆様わざわざ外部サイトでの投げ銭と楽しいメッセージを本当にありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。